これ先月見られたね、トガリアミガササケ。あなた。どうぞ。おー、セミタケ見つけはった。よかったね。こんな見つかんの初めて。よう見つけました。で、この茶色は 何か言うたら、ほらこっちはね、ほら、もみの、弱ったところから、御苑内は3カ所から出てたんですけどね。陽金の時代と正規になって老熟金になった時は姿も色も形も変わります。面白いですよ。これは平ふすべの老熟金。これと同じぐらい。いえ、よう見つけてくれはった。よう見つけてくれはったな。よかったな。ここはね、トガリとチゴってね、アミガサタケが出る場所なんですよ。で、トガリアミガサタケが出る時とアミガサタケが出る時と、都市によって違う。嬉しいですね、見つけた。まあ、かわいいときもいい形。ええの見つかりましたね。ちょっと反対わからないですね。いい感じ。ここもいっぱいいるわ。残念ながらね。稜線の金。あ、見てしまった。何これ。これが本物のキノコの体です。このね、観光の白いとこ取ってください。これが今元気に生きている証拠です。もうこの辺から始まって、もうこれかれこれ20年ぐらい下へと伸びてます。もみ猿の腰掛けは残ってます。これが珍しいもみ猿の腰掛け。金閣がないのが残念だ。どこにあった。